秋休み何してた？自分は気学部で部活動をしていました。今日は広島でして楽しみました。本日の青年ボランティアの活動に参加しました。林業の仕事に携わったり、他の人とコミュニケーションが取れてとても楽しかったです。お父さんとバスケットに行きました。勉強頑張っていました。部活に行って家族と旅行しました。セミナーの最後の冒頭に行きました。テレビとかで見たことがあるような光景は目の前にリアルに見えましたし、一番面白かったです。今年は初めてセミナーの冒頭に行ったのを勉強になることになって、視野の広がりを実際に裁判所に行ってみて大きく違うって感じたところは、やっぱり緊張感とか、あと意外と落ち着いてどんどん進められていました。途中の裏作業とかもうやはり実際に行ってみないと分からないことも多く、たくさん学ぶことができました。沖縄のカルチャーベイリゾートに行きました。楽しかったです。ここは軽井沢に行ってアウトレットで服を買いました。発音は暗いので発音に服を着きました。もう普通がひどかったです。こんぐらいの距離にしか行ってます。めっちゃ変わりました。三者面談をしていました。生徒とまた保護者の皆さんとこれからどういうことをしていくかということについて話をしました。秋休みは学校に来ることが多くて、学校に来てると部活バドミントン部を見たり、あとはでも残ってる仕事を片付けたり、そんなことであっという間に1週間経ってしまいました。秋休みはパンザークライムという山登りの行事に生徒と一緒に山登りに登ってきました。次の日は森林ボランティアといって神奈川トラスト緑財団の協力として杉林の枝打ちの作業を手伝ってきました。秋休みは三者面談をしていました。